はい、皆さんどうも、お久しぶりです。いやー、1週間ぐらいね、空いちゃいましたね。もっと早めにやるつもりだったんですけど。それでは、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド実況プレイ続きの方をやっていこうと思います。あ、違う。今がですね、ここですね、かかりこ村、インパを訪ねて、ここを目指してるんですけど、始まりの大地が、まあ、ここだったんですよ。こっから相当遠くに来ましたね。今ここで。で、ちょっと、ここ動画上げたのがなんか気になるイベントが発生したんで、それやっていこうかなと思うんですよね。馬も手に入れて。ゴーゴーゴー。お、なんかいる。でーい。いや、やめようやめようやめよう。よいしょ。で、そう、これ。ポックリン。どうどう？ボクシングのマラカス取り返せそう？覚えてますかね？どれだ？これ、コログの実。これくれた妖精が確かポックリンって言ってた気がするんですよね。多分こいつだと思うんだけどな。で、なんかこいつが、なんか、自分の、そのさっきなんだっけ、マラカスなくして、てか奪われたから取り返してほしいみたいな言われて、確かこの奥に？もう見えるな。あいつらか。あいつら倒さないとなのか。よいしょ、ちょっと上行けるよね。上から行ってみよう。よいしょ。青いの3匹か、きついな。どうしよっかな。武器もあんまりいいのないんですよね。何持った今。タイムさダメだろこれ投げ入れようか。あとボム。来いよ。あ、気づいてない。やばい、これ楽しいぞ。え、待って、これ楽しい、やばい。あ、違う。落ちた。よし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 。これで安全に行こう。怒ってる怒ってる。あ、リンゴ食ってんのか。やばい、なんかリンクが悪人みたいになってる。よいしょ。安全に。あんまダメージ減らないな。てい。やっと気づいたか。いや、こんなことしてるリンクやだな。2つ行こう。よいしょ。カモンカモン。来ないな。あ、落ちた。一人なら、降りよっか。武器なんだっけ？盾もしてるこれだな。しこ。カモンカモン。おい。カモン。カモンカモンカモン。ほい。あ、違う、ちょ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 
おら、おら、お倒した。ひどいな、これ。久々の実況がこれって、あ、ちょっと危ない、危ない、危ない。よいしょ。あ、薪ね。ちょっとこっち、ちょっと。あらー。ご愁傷様でしょ、ずー。言えてないし。これがあれかな？はい。ですね。ボックリンのマラカス。ボックリンが愛してやまないマラカス。2歳の頃にはすでに振り回していた。なるほど。じゃあこれ持ってきますか。いやー、あいつらあんなに言うと思わなかったな。コンボ、あ、でも武器ないんだよな。持つだけ持っとくか。
ボープクリーン。あ、やばい。はよ。あ、あとそうだ。祠もね、動画にしていこうと思ったんですけど、あれなんか世界に100個ぐらいあるらしくて、やめました。まあ、まだ一つもやってないんですけどね。キュヌーン！それは、僕ちんのマラカス。ちょーらいのらーい。すっげーキャラしてるな。嬉しい、キュルーン。あ、でもね、聞いて。僕ちんのマラカス。え、中に入ったコログの実がなくなって、いつもの音が出ないの、キュン。あ、だからコログの実を、あいつらが、お、一つでもあれば歌って踊って、いつもの力でお礼ができると思うんだけどなぁ。あ、違った。例えば、僕ちんのポーチ大きくしちゃうとかどうかな。え、あ、僕ちんじゃない、君ちんだ。え、それすっごく嬉しい。実は森の子供たちがマラカスに入ってコログの実を持ち出して、探し回ってるうちにこんなことに、キュン。え？あいつらの、さっき倒した敵のせいじゃないんだ。あいつらのせいなんだ。ん？くん、この匂い。コログの実。君ちん、森の子供たちからコログの実を取り返してくれたんだね。あいつら悪い奴だったんだな。じゃあそのコログの実を一つくれたら俺に好きなポーチを寄付してあげる。え、それすごい嬉しい、すごい嬉しい。武器ではね、足りないんだよ。武器、武器、武器。キムチも一緒、え？行くよおおお。お前が歌うんかい。なったなった、武器ポーチ、キャノン。あ、しますします。どれがいいかな？一個増えるんだよね。盾かなぁ。とりあえず盾増やそう、じゃあ。スキップ。あ、できる。うーはあ、色が違う。だよな、これ、ツボだ。お前歌うのかよ。ありがとう、ありがとう。もう一個あるよ。え？キミチンごめんね。僕ちんもう帰らなきゃ。見つけたらコログの森まで。森に行かないとなんだ。今は？見送ったら。お、聞ける。聞きましょう。コログの森って？コログの森はとにかく北にあるよ。漠然としてんな。おじいちゃんが迷子になったらハイリア川沿いに北に進めって言ってたから多分そうだよ。お前知らないんかい。キュルン？まだまだお話しちゃう？お前は？あら？あらあら？そういえばちゃんと自己紹介しなかったね。そりゃね、そんななりして。あ、でもなんか今見るとデクの貴様に見えてきた。ボクチン、ボックリーン。コログの森の音楽家さ。さあ、キミチンも一緒に踊って。セルフで読んでくれた。まだまだ、うん。コログの実。コログの実ってのは、コログの子供たちの、ちょっと硬い、ちょっとやめてよ。僕の動画、そんな R 指定つけないでくださいよ。キュルーン。さよなら。バイバーイ。なるほどね。こいつが、ポーチを増やしてくれるのか。じゃあまあいいや、とりあえず次行きましょう。うわ、見つかった。早速いた、コログ。またねー。おう、またねー。おう、坊主。コログの実ってのはお前の何なんだ。行きましょう。
うわ、見つかったー。すげえ。なんか違和感覚えたところに、だいたいいますね、あいつら。飛んでる。お、なんだ、あー、嫌か。いや、てか、そもそも、この、鳥みたいなのなんだよ。俺、これが気になって矢を撃ったのに。あ、待って、かかりこ村来ちゃった。あれ、まだだと思ったのに。あ、違う。うん、あ、もうこれが村か。あー。あ、そう、これ村だね。なるほど。じゃあ多分時間ちょうどいいから、じゃあ次回、このかかりこ村の中でイベント進めていこうと思います。よし、それでは、また次回も、なるべく早く更新できるように頑張りますんで、お楽しみにお待ちください。それでは、今日はここまでしようと思います。お疲れ様でした。